はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、ちょっといつもと違いまして、ビルの、ね、中から撮影となっております。というのも、以前ね、僕の動画の方でも勝負しました大道屋さんのね、社長清水さんから呼び出しを食らいましたで今回はね、前回やった大食いチャレンジ、僕が勝たせていただいたんですけれども、ちょっとリベンジマッチをしたいということで、このね、ビルに呼ばれたんですよ。で、正直ね、僕全然詳細が聞いてない状態なので、これから突撃して詳細なね、チャレンジの内容、対決の内容をね、聞いていきたいと思います。とりあえずじゃあ入りましょうか。行きましょう。悪いけど数だよね。数だよね。バカではですねこれ、数はいいんだけど、画面に前お客さんにいっぱいですとかさ、こうやってさ、はい、やったことあるの。ああ、そうなんですね。あ、いいっすね。あ、こんにちは。本物だ、ラスカル来た。こんにちは。ラスカルとか言っちゃいけない。ラスカル、ラスカル。ごめんごめん、ラスカル。大丈夫で、変な人じゃないから。僕、場所間違えました。いやいやいや。ルールどうすか。まあ、大食い対決ですよね。で、まあ、前回も含めて麺類だとは思うんですけど、できるんですか、すぐ麺類。ラーメンじゃ全然やりたくないから、俺も。まあそうでしょうね、多分。きついですもんね。ほら、この間のなんだっけ、コラボしたじゃん、あれ、柏の内飯で。はい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 。あの中にあった油そば。あ、油そば、ふわっとできるもんなんですか、そんな油そば。ちゃんと準備したから俺。あ、なるほどなるほど、はいはいはい、準備した。あとライス食べてたでしょ。はいはい。でライスもちゃんとつけるから対決で持ってくるもんじゃないですからどうやってやろうか。30分ぐらいずつ。30分いける。30分だったら多分余裕ですね。30分がちょうどいいの。10分ずつでさ、いいっすね、3人だから。で、3人で食って、うん、そのトータル対トータル、はい、あ、なるほどなるほど。じゃあ配数で。そう、3人のトータル対。大丈夫ですか、その程度のハンデで。いや、俺は大丈夫だと思うけど。大丈夫ですか。俺も絶対負けたくないからね。ライスは自分たちのためですか。いやいや、もう一緒だよ、みんな。おー、ラスカル君が負けたら。はい、僕負けたら皿洗いだよ。皿洗い、全部。これ、俺も今東京でやってるからさ、秋葉原、はいはいはい、秋葉原したから盛り上がり、秋葉原。じゃあ清水さんの秋葉原と、うちの秋葉原と、前原県。多いね。多いね。人気店の皿洗い、うん、で、僕ノーギャラですよね。ローキー訴えますよ本当にそんなに重たい罰ゲームいただけたら。言っちゃったよ僕からもお三方に。あ、言っちゃったね。きつい罰ゲームしてもらいたいな。言っちゃったね。よし、せっかくなら多分その3人バラバラで配数分かるじゃないですか、うん、はいはいはい、だからあの一番食べなかった人とか食べた人みたいな感じで罰ゲームしない人も作った方が面白いじゃないですか、うん、あ、罰ゲームしなくていい人、しなくていい人も中には。でもそれって普通今日呼ばれた自分が犯人もないんじゃないですか自然なそうだ、罰ゲームだよ呼ばれたんでしょ、ね、意味わかんないぞでもあえてよかったっすじゃあそれでやろうか。あー、いいですよ。俺、これさ、負ける気はないけど、はい、負けたら秋葉原とんでもないことになるよ、これ。じゃあ、その話の流れからすると、前回と同じく、1日無料でいいですか。無料、やるよ。1日1日だよ。投資で。ちょっと待って。これ、ハンディやるよなって。ちょっと待って。投資で。投資。前、投資でやったんですか。そう。しかも、週末です。大丈夫だよ、こんなにいいんだからさ。さっきの人、どこ行ったんだよ。10杯行く。大丈夫だよ。大丈夫だな。あ、でも清水さん、これ本当美味しそう。これだったら自分いけそうっすね。でも食ってみないと分かんないからな。おい、タケ。ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっとこれうまいから大丈夫だっつうの。ライス毎回ですか。毎回です。毎回、おっす。これ最後混ぜて、ここまで一緒に入れてたのに。あー、じゃあ行きましょうか。10分です、10分ですね。10分。はい。まあ、僕今日勝つ気満々なんで、ストップウォッチ押すのは任せてください。おぉ、さっき食べていただければ。でも自分せっかくなんで勝ちに行くんですよ、ほんとに。あ、わかりました。3、2、1、スタート。よし、いただきます。いただきます。早く食え。ちょ、これどうやってまず。いや、いいから食べて。まず麺からですか、やっぱ。いただきます。めちゃめちゃうまそうっすよ、これ。うまそう。いただきます。混ぜて、混ぜてね。よし、いきます。一口の量でかっ。あ、うまっ。え、うまいっすよ。うまい、うまいとかいらないから早く食べな。うまい、これラスカル止まっちゃうよ。え、うまいでしょ。うまい、うん、
奮してるのも見たまたこの醤油もいいですけど、大使もいいですけど、何よりも醤油のバランスがものすごいいいですね。醤油使ってるところって少ないから。うん。だけどサラダ油もいいんですよ。あ、みたいな、ね。じゃあこれをこう。うわ、これいい。これ醤油使うのね、シンプルに俺が教えたんですそういうことにしとくよ。あ、そうなんですか。すぐ泥棒しちゃうんですよ。うん、おいしい。いや、おいしいっていうか、お前。早いよ、ラスカル。邪魔してるじゃない。全然邪魔しないです邪魔する嘘じゃないですか。いやいや、マジで早い。これまださ、一本、やばい。カルさん、お願いします、早く。真面目にやって。え、てか、結構無料はやばいよ。じゃあ、そろそろカービィをお願いしても大丈夫だ。カルさん、お願い。で、自分もおかわり。こうやってまだ食ってねえから、まだ半分も。うまっ。これも早っ、早っ、見て、終わった、終わりました。早っ、忖度量いいから早く食べてよ、お願いだから。早っ、早っ、うん、これあの花見は唐辛子系も入ってますけど、プラスアルファのブラックペッパーが入ってて、そこの風味がいいですね、ものすごく。唐辛子だけだとちょっと物足んないというか。もう全然話聞こえない。え、何の風味が足んないですか。何の風味が足んないですか。お願いだから食べて、お願いだから早く。うん、うまい、うまい、行きましょう。うまい、行きましょう。早いな、やっぱりラストてか、いきなり呼ばれて無料きついな、これ。ほんと、70万の売り上げ吹っ飛んだからね、これ。一日70万吹っ飛んじゃうから、ほんとに。オンザライス、オンザライス系。やることに。いや、ほんとマジやで、これ。うん。これ、美味しい、うまっ。ちょっと、おかわりまたお願いします。えぇ、ー、よっ3枚目。ありがとうございます。いいから早くお願い。早くお願い。お前もうきつくなってきてる。ちょっと無理してません？大丈夫ですか？めちゃめちゃうまいですね。え、これちなみにこの油そばってそのお店出してると別なんですか？あ、一緒一緒。あ、これ一緒。うん。でも大谷さんの油そば知らなかった。いや、これたまっちゃうな。ねえ、何やってんの？おい、どうしたどうしたの？いきなりさ。言われたじゃん、うん、それに対してコメント厳しいな、失礼だなと思って。いや、お願い、お願い、早くちょっとお願い、しゃべんなくていいから食べてくれよ、お願い。でも美味しい。俺も頑張るけど、対戦してる僕へのなんですけど、うん、仲間ですよね。もうチームですよね。いや、思ったより遅いんだよね。まだちょっと無料経験してないから、俺そういうとこじゃなくなってるから一回やってるから俺。やばいですね、これ。ちょっと待って、邪魔じゃないと思う。もう次からどんどんしてますよ。カクさん、お願いします。おっす。邪魔覚悟してましたけど、されるの覚悟したんですけど、ガチすぎて、邪魔してこないって。いや、マジでプロだなと思って。早いなと思って。うん、お帰りお願いします。え、これ何杯目 ?4 杯目 ?4 杯目です。やばっ、なんだこれ、勝てない。やばっ。いや、なんか変な声聞こえるな。変な声が聞こえるな。すごい辛いですね。カルコさん、残り4分です。カルコさん、もう倍ゲームです。倍ゲーム。いないか出ますね。これ辛い。辛くないですか。タバスコの前にやってんじゃん。社長。俺なんだ。チャンス。やりました。ペース落ちた。ペース落ちたよ。それ、あの、違う、別の辛いバージョンの話。美味しいでしょ。
勝負だったんで。え、こっちも間違えた、間違えた。え、めちゃめちゃ辛いっすよね、これ。あら、これ意味が…なん、間違えた、間違えた。美味しいでしょ、辛くても。でもうまい、ごはん入ってる。まあでも僕正直あの混ぜずに食っちゃって、うん、辛いのが食っちゃったんで、もう味全然分かんなくなりましたね、今。これ2アイス、これ2アイスです。これは、これは普通、横に1分切りました。これ早食いで辛いのがやばいですよ。早くお願いだから。まあ、辛い、それ食わないと頑張ってもゼロになっちゃいますから、そこ。いや、でも辛いの好きなんで美味しいんですけど、早食いできないですね、これ。さっきのその罰ゲームみたいな辛さから普通に戻るとめちゃめちゃうまく感じるんですけど。めちゃめちゃうまい。これ一人ずつさ、ここで負けてる分俺らがクリアしなきゃいけないことだろ。だって今ラスカル君5杯目、5杯目。え、これは3杯目。ラスカル君もゲストかもしれない。俺もゲストだ。いや、違う。お前らゲストじゃん。お前らゲストじゃん。やばい。1分。あと1分で食べれる。あと1分で食べれる。よし、行こう。食べれる。おい、行った。いけるよ。ほんと。俺知らないよ、秋葉原。おかしいことになっちゃうよ、これ。いや、マジですすれないぐらい辛いんですって、これ。ほんとに。これガチで辛いよ。もう時間なくなっちゃうんだよ。あー、もう終わってる、終わってる、終わってる。シリーズだって。これ、こんだ。ごちそうさまでした。じゃあこれ、いきますか。はい、あ、箸はない。あれ、シリーズの箸。もう早く、もう時計止まってないんだから。早く、あたお願いします。ちなみに僕もおかわりをお願いします。はい、まあ、何杯半でやったっけ。これ、俺マジやるかも、これ。今5杯終わりました、僕は。それ、3杯目のカウントですね。オッケー。ありがとうございます。おお、すごい。これ、これやってないですか。これ大丈夫ですか。これ大丈夫なやつですね。本当ですか。大丈夫なやつですね。なんかもう、あ、大丈夫じゃん。ねえ、シミさん今のうち、シミさん今のうち。俺結局2杯。ほんと早いですね。シミさん意外と早いよ。シミさん早いよ。おおお、めっちゃ早いよ。もう喋んないじゃないですか、清水さん。清水さん、ちょっと早くない。休憩早いです、休憩早いです。負けちゃう、うまっちゃう。うまっちゃう。こんな、10個以上年下にこんなことしないでくださいよ、ズル。清水さん、早い、意外と。意外すごいよ。お、早い、早い。清水さんは、これで2杯目。追い上げてる。今清水さんチームはじゃあまだ3杯完食したんですね。これ6杯目ですね。6杯、早い、清水さん超早い。早っ。え、もう2杯終わった。3杯目。おお。だって男気が違う。本気すぎて一言も喋んないですよ。そんなに無用嫌だったんだなと。これは、7杯目です。これ7杯ってことは早くください。早くください。あ、言ってる、しんどさん、お前ね。いや、もうなんか、おぉ、しんどさん早い。え、3杯俺、これさ、思ったんだけどさ、最初から俺出ない、清水さんがずっと食べた方が早いんじゃない。いや、意外と早いですね。お願いします。清水さん、俺の部分やってもらっちゃった方がいいな。で、言っちゃった方が、俺の部分やってもらっちゃった方がいいかな。清水さん、バカやねえな、俺よ。言ってたやつか。早く、違うよ。何枚目、俺早いよって。涙出てきちゃったもん。ちょ、人と話してる時に食べれてないじゃん。ないっすね。それはないな。いや、マジで早いわ。初めての9杯目。このやチーム7杯目。いや、でも、シエさん早い。9杯目。いや、早くてもプールで一緒だよ、これ。シエさん。ダメだ。カメラ目線いらない。すいません。すいません。結構いらないです。これ、多分今日急がなくても勝てますね。やばい、これ。
でもほら、あんまお腹がいっぱいないときちょっと歩いてきた方がいいですね。ね、ちょっと運動をして、ね、体に悪いし、体に悪いし、ね、早く食えよお前いいから食えよじゃすみません、じゃあ次のおかわりライス2でいいですか。おー、すごい。さすが、次のおかわりね。はいライス2杯入ります。はい、かけてあと頼んだ。いや、まだまだ時間あるから。これは食べきる。これいっちゃいましょう。これいっちゃった方がいいですね。しんさん、これは食べきましょうよ。これはいきましょうよ。もう一口が効くんだよ。わかる。でもわかる。嘘。わかる。マジで。でも食べてないことになりますよ、この一杯。しんさん、これお願いします。気合いで。これ食べなかったら、だって今までの苦労。後ろでモグモグしててもいいんで、あの口に入れてもらえれば。もう、できちゃった。もう一杯いけばよ。まだよし、行こう。たけちゃん、お願い。よし、頼むよ。よフライング交代じゃないですか。よし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 、じゃあ俺が行きましょう。俺は言うとも結構ラーメン食ってきたから。じゃあ行こう、行きましょう。俺チームが6杯かな。シーズさん、ダメ。え、大丈夫、シーズさん。ダメ、きついっすね。もう、画面がじゃないですか。ちょっと、いやー、面白い。うん、うん、うん、うんうん、いらない。もう行こう、うん、そのまま行こう、うん、清水さん集中して、うん、え、おいしいいいから清水さん、うまいですね。うまいんで真面目に。うまい、うまい。ティッシュ、ティッシュ、ありがとう、ありがとう。皆さん、僕一回り以上下ですからね。うん、ねえ、ライス2杯になってる向こう見たら。うん。いやもうしなくても多いんですってご飯。もう。強火のことですから大丈夫ですよね。先輩。では、これ2杯目。2杯目。持っていこう、持っていこう。持っていこう。でも意外ときついな。はい、まだ食いっぱいしょ。さっきの清水さんスタイルでいかないといけないこれ。だ、これ曲がるといけないの。じゃあんじゃ、口の中の水分持っていかれるのか。なんだこれ。結構きついよ。うん。結構、何杯でしたっけ。うまい。あ、もしよければ。大丈夫、大丈夫。おーやー、良い子だったやつでしょ、これ。この1セットで3杯来てるんですか。あれ見えないな。ちょっといい、せめて、ね、ジャマイカこっちやるんで食べてください。うんうん、いいですか、サイン。ちょっと顔でもすいません、お願いします。いやいや、お願いします。大食い勝負じゃなくて、あの罰ゲームのなしに遊び付き合いになってるじゃないですか。あ、ご飯食べる。もうご飯いいじゃん。いやいやいや、まだ、まだ買ってくるよ。ほら、ご飯食べた。お前、多くしただろ、お前ご飯。多いよ、これ。終わっちゃうよ。もうすぐ12年。でもずっと今、辻田さんの見て、あの金子さん笑ってますけど、うん、このままだと罰ゲーム確定ですからね。5秒。え、3、2、1、はい、終わり。はい、お疲れ様でした。よく考えるとちょっとさ、遠慮するよね。するわな。大先輩入ってるね。冗談じゃねえか。ガチくらい止まらなかったな。この辺りの不正、何も文句言わなかったんですけど。確かに、一番大人だし。確かに。ちょっと、一回だけもったいないんで、これだけ食べさせてください。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。きついな。元気ないですね。元気がある。信じられないですよ、逆に。いやー、俺、すごい。勝てると思ったんだけどな。今回、あの、お三方は、あの、頑張っていただいたと思うんですけど、今回は僕の勝ちですか。もうやらねえよ。あれ、待って、清水さんは4杯でしょ、うん、俺が2プラスから、まあ、結果2ってことですね。俺は3杯。2だろ。いけるだろ、最後10杯の男が。そうだな、確かに。でもですよ、うん、まあ、僕は言うのもあれなんですけど、うん、
清水さん企画の大食いチャレンジなのに、うん、抜けちゃってだよねだよねだよねそうなんですよ、これダメだよね、癒しってが確かに俺関係ねえからみたいな、いいのかなって思うんですよ、だから俺と交換したらいいんじゃないの、清水俺だろ、あ、本当だ全員やったらいいんじゃないですか、またまた皆さん無料にしていただいてまあ、じゃあ俺言い出しっぺだからな、じゃあ責任取るよ、あ、本当ですか、さすがさすがえ、じゃあ3店舗が、まあ、別日か同日か分かんないですけど、あとでちょっとあの合言葉決めなくちゃいけないから、あの合言葉やった方がいいですよ、ちょっと待って、もう使えるやつにしてくださいねぜひあの詳しくはじゃ あの日程とかはまた改めてご相談というところで、せっかく今回の対決っていうか、まあ、動画は皆さんのチャンネルで公開するので、無料にする際の合言葉は全部の動画別々に撮ってつなげた言葉にしませんか、なるほど、はい、一文字ずつ、せっかくならあの皆さん見ていただきたいので、なるほどなるほど、それ大丈夫ですか、大丈夫です、今回の罰ゲームである無料の、うん、販売の際の日程や合言葉については各チャンネル動画最後でね、はい、発表させていただきますので、はい、ぜひねあの僕や清水さんの動画だけでなくもう全員のね動画見てください、はい、じゃあ今回はコメントは結構なのでご視聴ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。無料の詳細の方を聞きたいなと思います。はい。今回のですね、罰ゲームの無料開催日ですね。10月10日、前原健さん。10月の17日、これが辻田さんの秋葉原店さんですね。で、10月の24日に大戸屋さんの秋葉原店で開催をさせていただきます。こちらの無料の販売の際に必要になってくる合言葉、一つ目が、バッ。